ちゃちゃさよおおなんすかえのっけから大丈夫ですか、ね、さあ、ということで、はい、今、井上さんの口からありましたけども、退場、はい、尾形監督、令和初退場第1号そうはい、ということで、今拍手もおかしいけどね。いや、マジね。いや、でもね、俺も拍手。あ、本当ですか。で、というのは、その厚さだよ。あ、なるほどな。そこは確かにそうですね。やっぱ尾形が効かなかったって、はい、レースあっても、あれアウトのセーフとかの問題じゃなくて、はいはい、やっぱあれは攻撃したくなるよ。あの厚さっていうのは俺はいいと思う。あの姿を見せることが大事。うん、ああ、なるほど。それ間違いもある審判も。それリクエストって言ったアウトセーブとか、はい、あれは菊池がオーバーランしたでしょ、はい、オーバーランもボールがそれて一塁手がファウルグラウンドの方に倒れてるんだよ、はい、だから菊池は内側に逃げたんだ、はいはいはい、その後問題なんだよ。そのままほっとけばいい。ゆっくりベースに戻っとけば、はい、あ、坂本がエラーしたなってで終わったわけ。なるほど。でも菊池が慌てて一塁に戻ろうとするから、はい、行く気があったんじゃないかってセカンドに。あ、そうやって判断されたわけ。なるほど。でも菊池は行く気もなかったと思う。うん、だって行けるはずがないもん、まあ、一塁後ろが取ってるのを確認してるんだ。まあそうですよね、うん、戻るからファーストも、うん、えみたいな感じでタッチしたの中島が、はい、そこでことがおかしくなる。だから菊池選手的には中に抜けたっていうので、うん、やばいって思ったんですか。だと思うっていうことですよね、うん、でも菊池は中にしか逃げれなかったから、まあまあ、それはもうあれしかないですね、うん、あれしかないんだよ、はい、じゃないと交錯しちゃうから、はい、怪我につながるから、はい、でもああいう時っていうのは臨機応変にルールも書いてあって、うん、内側にまあ仮に入っても次の塁を向かう意思がなければ戻れるって書いてあった、うん、おー、なるほど。だからそれを動作とか行動で審判の判断しちゃったな。あ、まあ難しいですね。でもこのプレー中だと流れでやっぱ反応しちゃうというか、だから反応するありますよ。反応した菊池も後でしまったと思う。あ、うん、でもとっさの判断だから、そうですね、あいかんベースに戻らなきゃという本能のもとでタッチをされ、うん、それが次の塁へ狙うという審判の判断になったんだろうね。うん、で、大型の抗議は、いや、違うと。やっぱ本能的に戻るのは、選手の多分、中性だと、はい。でも、菊池なんか、あの体勢でセカンドを狙えるはずがないって。うん、だから、あれは全然意思とは違うんだと。はい、いうことを抗議してると思う。うん、だから、内側に逃げたって、しょうがないだろって、それはわかります。でも、慌てて戻るんで、みたいな感じだったと思う。そうですね。だからあれ、尾形監督がベース投げるの期待したんすよ。なぁ、ほんとに。セカンドベースを持ってて、うちの横に向いてて。いや、でもあの後のバティスタ選手のライドも、そうね、ちょっとこう、すごかったっすね。しかも最後、サヨナラも、バティスタ選手。バティスタ来た。来ましたね。なんでつかなかったのね、最初から。確かに。髪型とかじゃないですか、でも俺とか名前だったら使ってた。そうですね、ほんとに。即レギュラーじゃないですか。バティスタの通訳みたいになってますよ。いや、通訳の人は人気あるんだけどさ、昨日某テレビ局でさ、あの通訳を飛ばしてテロップにしてたんだよね、文字に。マジっすか。あれ使わないか、あれ使わないか、あれ本当に訳してんのかっていうぐらいですよね。いやいや、それは面白いわけだ。めちゃくちゃいっぱい喋ってんだよさ、通訳になったらもう何の気持ちが巻いてるでしょ。刻んでるという、もうあの通訳が見たくてバッティスタ応援しちゃうんだから。確かに確かに。そういうとこあるでしょ。ありますね。お前何の話やねん。だからまあルール的には与田監督の時に話をしたよな。リクエストしてその結論が出たら抗議はもう一切できない、うん、でもあれはアウトセーブじゃないからさ。そうですね、だから難しいところではありますね。もうこの審判問題っていうのはもう今年はまだ何度も取り上げていく気がしますね。コリジョンもね、はい、あれもすごく甘くなってんだよね、もう。へー、だって昔はさ、走路のラインがあるでしょ、はい、ホームの、はい、ちょっとでもさ、またいで取ったりとかいろいろしたらさ、いや、それはもうコリジョンでセーフとかさ、そういうのあったのに、はいはい、もう監督も、いや、あれコリジョンでしょっていう抗議もしないよね。この前なんかひどかったよ。ベースの前で取らなきゃ、まあ、いけなかったボールなんだけど、はい、しゃがみ込んでたからね。
いやいや、それブロックじゃないポリジョンどころじゃない、ブロックでしょ。どんどん薄れてってんすから、そっちが。いや、だから一つやると一つ忘れるみたいな。なるほど、それもそれでないから、ちょっとあれですよね。いや、やるんだったら徹底してやるよみたいな。いや、テレビ見て明らかにポリジョンやったらセーフやなと思うのが、もう全然アウトだ。だってキャッチャーにぶつかって止まっちゃってるんだからな。まあブロックですね。まあ伊藤がやったんだけどね。伊藤キャッチャーが。うん。なんかこう黙ってたけど。まあまあまあそうですね。まあルールはやっぱりしっかり、ね。そうですね。しっかり守っていきました。でも退場するぐらいの熱さがあっていいと思うよ。うん、なるほど。やっぱそれだけ真剣味があるし伝わってくるものがあるじゃん。うん、そのゴールデンウィーク中に起きた。はい。会場劇だったけど、まあ子供たちがいっぱい見に来てたけど、プロの選手たちってまあああやって一生懸命熱くやってんだっていうことも一つの教訓だよね。そうですね。まあだから会場っていうのは良くはないけど、でもその熱さを伝わるっていうことは俺はいいことだと。うん。もっともっと熱く。頑張ってください。はい。はい。